スを見に来てくれたの？アラミ語での決戦が終わってから少しずつだけど新しい国づくりが始まっているんだ。ヒエンっていう主君がいるドマとは違って、アラミ語には絶対的な指導者がいないからね。帝国侵攻以前はアラミ語にも王様がいたんだけど、最後の王テオドリックが飛んで、だからアラミ語では王政復興を求める人は少ないんです。当然のことだけどいろんな意見があるってわけ。しばらくはラウバーンたち同盟軍の力を借りながら話し合いを重ねて新体制の方向性を決めていく感じだね。まあ大変だけどアラミ語の未来を決める大切なことだから頑張らないとね。それじゃあナーゴ、警備の方は任せたからよろしく。了解です。ちょうど探していたんだ。そう身構えないでくれよ。何、悪い話じゃないって。ただちょっと場所を変えたい。少し付き合ってくれないか？話ってのは新しい冒険のことさ。俺たちは暁の一員ではあるけれど、その前に一人の冒険者だろ。悲願だったアラミ語の奪還にも成功し、帝国との戦いにも一つの区切りがついたんだ。そろそろ冒険に勤しむのも悪くないと思わないかい？そこでとっておきの情報を仕入れてきたんだ。アルフィナを交えて3人で挑戦してみようぜ。